オーレ・レーマー、オーレ・クリステンセン・レーマー、オーレ・クリステンセン・ローマー、1644年9月25日から1710年9月19日は、デンマークの天文学者、1676年に初めて高速の定量的測定を行った。また、レーマーは2つの定点、水の沸点と油点の間の温度を示す、現代的な温度計を発明した。 科学文献においては、ローマー、ローマー、ローマーといった大体の綴りが一般的である。1644年9月25日にオーフスで商人で船長のクリステン・ペダーセンと裕福な司会議員の娘アンナ・アルフ・ダター・ストームの間に生まれた。1642年よりクリステン・ペダーセンは、レーマーという名前を用いていた。これは、デンマークの島である、 レム島出身であることを意味しており、他のクリステン・ペダーセンという人と区別できる目に用いていた。古いオーフスケイトドロールスコール、オーフスの聖堂学校を卒業する1662年、以前のオーレ・レーマーの記録はほとんどなく、その後コペンハーゲンに移り、コペンハーゲン大学に入学た。コペンハーゲン大学での指導者は、レーマーがまだ実家にいた1668年に、 アイスランドのスパー、崩壊石による光線の複屈折の発見を発表したであった。バルトリンには論文のためにティコブラーへの天体観測を準備する仕事が与えられていたため、レーマーにはこれを使用して数学や天文学を学ぶあらゆる機会が与えられた。レーマーはフランス政府に雇われた。ルイ14世はレーマーを同伴の家庭教師としており、 ベルサイユ宮殿の巨大な噴水の建設にも参加した。1681年にデンマークに戻り、コッペンハーゲン大学の天文学教授に任命され、同年ラスマス・ワルトリンの娘のアンマリエ・ワルトリンと結婚した。ランギターン、遠東の大学観測所と自宅の両方で観測者としても活動し、独自で建設した改良機器を用いていた。 不運にも1728年のコペンハーゲン大化で失われたため、彼の観測機器は残っていないが、元助手、後に、自身も天文学者となるのーベダー、ニール・セン・ホレボーが、レーマーの観測機器について、忠実に記している。王立数学者として、1683年5月1日に、デンマークで最初の国家的な土壌工システムを導入した。 当初は、ラインフットに基づいていたが1698年には、より正確な国家規格が採用された。長さと体積に対して作られた規格のその後の測定により、優れた精度が示されている。レーマーの目標は、振り子を用いて、天文定数に基づいた定義を達成することであった。これは、彼の死後に生じたが、実用性はその時点でかなり不正確であった。 注目すべきは24000デンマークヒート、約7532メートルの新たなデンマークマイルの定義である。1700年、王にデンマークノルウェーのグレゴリオ歴を導入するよう説得した。これは、それより100年前にティコブラーエが無駄であると主張していた。足の骨折の療養中に最初の温度計の一つを開発した。1708年に、 ファーレンハイトがレーマーを訪ね、レーマードに改良を加えた。その結果できたのが今日でも数カ国で使われているカシオ温度である。デンマークのいくつかの都市にナビゲーションスクールを設立した。1705年、コッペンハーゲン警察のセカンドチーフに任命され、1710年に亡くなるまでその地位にあった。最初に言ったことの一つとして、 指揮が驚くほど低いと確信し全軍を解雇したことがある。コペンハーゲンで最初の街頭、石油ランプの発明者であり、コペンハーゲンの物乞い、貧しい人々、失業者、売春婦を管理するために懸命に働いた。テーマーは、コペンハーゲンで新しい家を建てるための規則を作り、市の水の供給と下水道を元通りにし、市の消防署が、 新しくより良い機器を手に入れることを保証し、通りや市の広場に新たな舗装を計画し作る背後にある原動力であった。1710年に65歳で亡くなったコッペンハーゲン大聖堂に埋葬された1807年のコッペンハーゲンの戦いで破壊された後に再建されている。現在そこには現代的な記念碑がある。経度の決定は 地図学と広報において重要で現実的な問題である。スペインのフェリペ3世は陸から見えない船の経度を決定する方法に章を出し、ガリレオは木星の衛星の触の回数に基づいて時すなわち経度を確立する方法を提案した。これは本質的には宇宙時計として木星系を用いている。18世紀に正確な機械式時計が開発されるまで、 この手法は大きく改善されることはなかった。ガリレオはこの手法をスペイン王に提案した1616 16年から1617年がガリレオが作成した時刻表が不正確であったことと船において食の観測が困難であったことから実用的でないことが分かった。しかし改良を加えたことでこの手法は陸地で機能するようになる。コペンハーゲンでの研究の後 1671年に、レーマーは、ジャンピカールに加わり、コッペンハーゲン近く、ティコブラーへのウラニボリ観測所がかつてあった、弁当で、木製の衛星であるイオの食約140回、観測した。この数ヶ月後に、パリで、ジョバンニカシーニが、同じ食を観測している。食の時間を比較することにより、パリとウラニボリの経度の差が算出された。 カッシーニは1666年から1668年まで木星の衛星を観測し、最初に有限の速度を持つ光に起因する測定における矛盾を発見した。1672年、レーマーはパリに行き、カッシーニの助手として木星の衛星の観測を続けた。レーマーはカッシーニの観測に独自のものを加え、地球が木星に近づくにつれて食 特にイオでの間の時間が短くなり、遠ざかるにつれて長くなるのを観測した。カッシーニは1676年8月22日に科学アカデミーに発表した。この2番目が等しくないのは、光が衛星から到達するまでに時間がかかるためだと思われます。光は地球の軌道の半径に等しい距離を移動するのに、約10から11分かかるようである。 奇妙にもカッシーにはこの推論を放棄したようである。これをレーマーは1671年から1677年の間にピカールと自身により行われた観測の選ばれた数を用いて反論できない手法で指示するものとて採用し設定した。レーマーはフランス科学アカデミーで自身の結果を発表し、すぐに匿名の記者により短い論文にまとめられ、 1676年12月7日、ジャーナルデスソバンスに発表された。不運にも報告した人物が、おそらく自身の理解不足を隠すために、不可解な言い回しに頼り、その過程で、レーマーの推論は分かりにくくなった。レーマー自身では、結果を発表しなかった。レーマーの推論は、以下の通りである。地球が 10L にあり、イオが 10D で、 木星の影から出現すると仮定する、図三章。イオが数回周回、1回あたり42.5時間、下の地、地球は点形にある。光が瞬時に電波しない場合、形に到達するのにかかる、追加の時間、約3.5分により観測される遅延が説明される。レーマーは食、C から D にかけて木星により影を落とされる、イオと遠平。 様々な角度で木星の後ろに隠されるイオとの混同を避けるために 1F と G から 10C における没入を観測した。下表において8月7日含む1676年の観測は反対の点 h で行われたと考えられ11月9日のパリ天文問題で観測されたものは10分遅れていた。レーマーは試行錯誤により8年間の観測の間に イオの天体歴を計算する際の光の遅延を説明する方法を考え出した。彼は遅延を木星に対する所有の地球の位置に対応する角度の割合としてトンイコール22、ノーウィッキー、フン、ノーウィッキーと計算した。角度アルフーが180度の時、遅延は22分になり、これは光が地球の軌道の直径1位に等しい距離を 通過するのに必要な時間と解釈することができる。実際には、木星は合わせである E からは見えないこの解釈により、レーマーの観測の厳密結果を計算することが可能になる。地球が太陽を周回する速度に対する光の速さの比率22分と比較した1年間を π で割った値との比率は、となる。これに対して、現在の値は約10、100である。 レーマーのこの日を計算せず、高速の値も与えなかったが、他の多くの人々がデータから速度を計算した。最初に言ったのは、クリスティアン・ホイフェンスである。彼は、レーマーと通じ多くのデータを引き出した後、光が1秒で地球の直径の倍の距離を移動したと推定した。これは、約秒速21万 2000km である。 レーマーの光の速度は有限であるという考えは、1727年に、ジェームズ・ブラッドリーによりはゆる高校差の測定が行われるまで、完全には受け入れられなかった。1809年、天文学者のジャンバティスト・ジョゼフ・ドラングルは再びイオの観測を使用したが、今回は100年以上を経て、ずっと正確になった観測の恩恵を受けて、光が 太陽から地球まで進む時間を分12秒と報告した。天文単位に想定される値によるが、これは毎秒30万キロメートルを少し超える程度になる。現在の値は8分19秒であり、速度は秒速2 9 9 7 9 2 4 5 8トルである。このデンマークの天文学者が偶然働いていたパリ天文台にある名番は、 実際にこの惑星で行われた普遍的な量の最初の測定であったことを記念している。コペンハーゲンで初の外灯を発明したことに加え、四五貫、敬意台、四五儀、その水平軸が東西方向に固定されていない四五貫の一種を発明した。オーレル・エーマーメダルはデンマークの自然科学研究評議会により優れた研究に対して、 毎年授与されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。